だから <laughs> まあいいどっちにしても俺らみていなンジの組員が知っててもどうしようもね話だからな兄貴<あ>それでさっきの話なんですけど上の清和会がうちの上とそういった関係があったとしてそれの何が問題なんですかは だって上野と登場会は親戚なんですよね。だったら登場会系のうちの店で飲んでても別にいいんじゃないですかね。ねバカかお前はここまで話はかんねえのがだからお前は使えねえんだよ。えー、ああ、秋山さん。どうも。ちょっと前は悪かったみたいだな。でのそうか。 いやいや大丈夫ですどうぞどうぞ今日は週勤日なんだね回収がてら金村さんに挨拶していこうと思ったんだけどなどうやら留守みたいだねえ,えええ今日はちょっと用事があって出かけてましてうん新井さんもお出かけ中えあはい。 頭は柴田組の組長と出かけてます <laughs> なるほどねでさっきの話の続きはえどうして上の清和会の連中が金村工業の島で飲んじゃダメかって話だよこいつらに教えてやんなくていいの聞いてたんですか あれだけでかい声でしゃべってりゃ隣のビルまで聞こえるさすんませんお恥ずかしい限りではい兄さんまはいあんた新入りえああはい3ヶ月くらいになりましたふんじゃあ1年くらい前まではカムロ町界隈で真剣な窃盗とか強盗とかやってた口ええまあ <laughs> で 新井さんあたりに憧れてこの世界に入ったとそうですそうか <laughs> そりゃいいああの秋山さんえ親父に用件があるようでしたら後でこちらから連絡するようにしますけど帰るってこといやいやそういうわけじゃないんですが。 親父にもいつ連絡がつくかわかりませんしこちらもいろいろありますんでいろいろねそっかそうだよね分かったよ今日これから大変だぞ<え>あんたらの教会で下の連中が上の島で飲むなんてことは あってはなんないことなわけわかるそれは直系団体でも親戚団体でも同じ例えば君が今からカムル町で一杯やろうと思ったらさ君の親である金村さんの更に上の親つまり柴田組の島で偉そうに飲もうなんて思うかいやそれはそうだなそりゃそうだよねだってそんなことしたら金村の親分さんに恥かかせることになっちゃうかもしれない それに、後で新井さんにどれだけ怒られるか分かったもんじゃない。今回のことも同じだ。あんたんとこのお店に来てるのは、あの上の聖和会。神室町不可心通、登場会との約束破って、大門ぶら下げたまま神室町に来てること自体、おかしい話だ。つまり、それがどういうことかわかるちょっと、秋山さん、どういうことなんですか それはねつまりこの金村工業が低く見られてるってことだよなあきっと上野の連中は金村工業の島の店なら飲んで暴れても大丈夫って思ってんだろうないくら金村工業が登場会の下の柴田組そのさらに下の三次団体とはいえそれちょっとなめられすぎだちょっとあんた うちのことバカにしてんのか <laughs> やっと本気になったか悪かったねキドちゃん調子に乗っていっぱいしゃべっちゃってそれでいいんだよ極道はえ極道は大門のデカさだけが全てじゃない。 めんところ大門バカにされて頭に来ないようなやつは信用できないなあ,あそうだよなきロちゃんええー、まあじゃあここはまあ一つカブロ町の平和のために頑張ってあんたらが頑張ってくんないと俺も儲からないしなね兄さんえああはいよしじゃあ帰るかそれじゃ えそうだ木戸ちゃんはい金村さんに言っといてよ自分とこの組バカにされても怒らなくなっちまったら極度は終わりだってそんなヤクザまがいのやつにはもう上納金を立て替えるためのお金なんて貸してあげませんよ金借りるときに約束した条件守ってくださいねってよいしょ